はい、本日はですね、こちら最強のアウトドアパンツはどれだということでね、ご紹介していきたいなと思います。こちらにですね、ノースフェイスのパンツ、アークテリクスのパンツ、そしてパタゴニアのパンツ、アウトドアの3大ブランドのパンツがこちらにずらっと並んでおります。よくアウトドアのジャケット紹介してるのはわかんねんけども、パンツって何がいいのっていうお声ね、たまにいただくんですよ。ほんなら僕も何がいいんかなと思ってね、ノースフェイスというところで言うたら、それアルパインライトパンツってこれ有名やからええですよねとかね、いろいろありますので、その辺のお話をね、比較していこうじゃないかということで、本日の流れとしてはですね、まずは価格から言います。お値段から見てもらいましょう。そしてシルエットね、実際着用したシルエットとか、あとはどういうシーズン、このパンツ意外と夏だけなんですよとかね、そんな話をさせてもらって、最後にこだわりの部分とか、おすすめの人はこんな人ですよって言ってね、終わっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずは価格からいきたいなと思います。こちらですね、ノースフェイスのパンツっていうのが、こちらアルパインライトパンツといって、めちゃくちゃ有名なパンツです。ちなみに僕今履いてる下のパンツはですね、同じくノースフェイスなんですけども、これはね、またちょっと違ったバーサタイルパンツって言って、ちょっとゆったりした感じのパンツなんですけど、この上に並んでるパンツ3本ともめちゃくちゃシルエットが綺麗なパンツになってるので、まあ、僕が今履いてるようなね、これゆったりしたのもいいんですけども、やっぱりすっきり履けるのって女子受けするじゃないですか。こういうゆったりの男子受けはするけど、女子受けあんませえへんかったりするんだけども、こういう足を綺麗に見せるのって女子受けしたりしますので、まあいいよねっていうことでね、こちら値段がまずは1万5000円の消費税、ノースフェイスが1万5000円の消費税、次はですね、こちらアークテリクスガンマ SL っていうパンツなんですけど、これは1万4000円の消費税です。そして最後パタゴニアがですね、テルボンヌジョガーズというね、ワインみたいな名前してますよねなんて言ってるパンツがですね、これが1万1000円の消費税ということで1万2100円になります。ではですね、先にもまず履いていきたいなと思いますが、まずはね、ノースフェイスのアルパインライトパンツからね、履いていきたいなと思います。はい、いかがでしょうか。こちらノースフェイスのアルパインライトパンツ L サイズですね、スタイルとしては結構細めな感じになってて、別にテーパードがギュッて効いてるわけじゃないんやけども、足の先まで結構細い感じにはなってますね。でね、このパンツね、まあ後でも言うんですけどね、立体裁断って言って、こう普通に置いてる状態からこう膝が曲がった状態になってるんで、履いた時もこう履き心地がいいんですよね。まあそれは後で言いますけど、そんな感じですね。そしてなんといってもアウトドアのパンツらしい、このストレッチがめちゃくちゃ効いてる感じで、突っかかったりすることがもう全くないっていうのがね、いかにもアウトドアパンツらしいんですけど、こちらのノースフェイスのパンツ、次はアークテリクスのガンマ SL、 いかがでしょうか。これね、ちょっと丈が長いのもあってですね、ちょっと裾がダブついてる感じはあるんですけども、これはまあ同様に細いっちゃ細いかなと思います。先ほどのノースフェイスと違ってですね、あんまりロゴが目立たないっていうところもね、まあ良かったりするんかなと思うんですけども、やはりアウトドアパンツなんでね、こうストレッチはもちろん効いてますし、あとそれ以外にもポケットとかね、ジップのタイプになってるんで、なんかエアポッツかね、小物ピュって入れたりしてもね、しっかりこう締めて持ち運びができるんですけど、僕はよくね、こういうのよくなくすのでね、こういうジップがあるとね、ありがたかったりはするんですけども、こんな感じになってますね。まあ同様に細い感じですね。次はね、パタゴニア行きたいなと思います。はい、こちらね、テルボンヌジョガーズです。これパタゴニアの中でももう神パンツとね言われているパンツ、ロングパンツになってるんですけども、もう人気でね、なかなかこうブラックが購入できないぐらい、まあ人気のパンツなんですけど、これもね、同様にね、こうすっきり履けるような感じですね。足のところの裾にね、こうリブがあるので、キュッてこう絞ってくれてるので、こういう海外メーカーのやつとかってね、ちょっと足僕短いんですよとかね、ちょっとダボついちゃうんですよっていう人でもね、こうギュッてしまってくれてたらね、気にせずに履けるんじゃないかなということで、それこそこの3本の中ではちょっとまだ一番スタンダードというか、少しちょっと ゆとりのあるようなサイズ感かなと思います。後でね、なんでかっていうのは言うんですけど、まあこれが着用した感じですね。ということでね、それぞれのパンツの形見てもらったと思うんですが、俺あれがいいなとか、私これがいいなとかっていうのは大体できたと思うんですけども、ここからね、もうちょっと踏み込んだところ行きましょう。伸縮性伸びたりするんかっていうのとか、あとシーズンね、いつ着れるの、夏履けるの、冬履けますのとかいうのを見ていただいて、その次にこだわりの部分ですよね。ここはこだわってんねやと、あ、それは俺いらんわとかっていうのをね、見てもらいたいなと思うんですけど、まずは伸びるかどうかって、伸縮性の部分、このノースフェイスのやつなんですけども、ノースフェイスのやつはね、結構伸びるんですよね。でそれも横だけに伸びるわけじゃなくて、縦とかにもこう伸びるんで、いろんな足の動きをしても伸びやすくて、この伸びる理由っていうのがですね、魔法の素材というのがありまして、これ見分けるの簡単なんですけども、僕が勝手に魔法と呼んでるんですがね、ポリウレタンという素材があるんですね。そのポリウレタンが入ってるかどうかを見ればね、伸びるかどうかっていうのは分かりますので、これを見ていただければいいんですけども、こちらにですね、ポリウレタン 8% と書いてますので、もうこの魔法の素材が 8% 使われたら、それは伸びるよねと。そして次がですね、アークテリクスの方も伸びるんですかっていうのを見てもらいたいんですけども、実はこのアークテリクスのやつが一番伸びるんですよ。でなんでなんかっていうと、魔法の素材どれどんな感じでしたっていうのを見てもらいたいんですけどもね、こちらにですね、何語か分からへん文字がずらっとあります。英語、スペイン語、フランス語ってあるんかな、で中国語であって、もう日本語、あ、ようよかったと思ったらですね、ポリウレタンがなんと 14% もあるんですよ。さっきのノースフェイスの方が 8% やったのに、これ 14% も魔法の素材が入ってるので、こっちの方がより伸びます。そして最後の
パタゴニアの方はですね、これ伸びるんかなと思ったら、これ実はポリウレタン 0% なんですよ。全く履いてない。だから素材が伸びるっていう感じがないので、少しちょっとゆったりしてるっていうのがあるかもしれません。ちなみにウエストのところにはね、あのポリウレタンが入ってるので、この感じでビヨンビヨン伸びるんやけども、じゃあ生地の方は伸びるかというと、これは伸びないんですね。全然ここは伸びなくて、ウエストの方はウレタンが入ってるから伸びるっていうことで、これ比べて分かりますよね。ウエストのところにはポリウレタンが入ってるから 8% かなぐらい入ってるので、こんな伸びるんやけども、ちょっと下のウエストじゃないところになった瞬間全く伸びひんっていうので、あ、なるほどなと。意外と洋服も奥が深いなと思っていただけたかなと思うんですけども、そんなところでアウトドアのパンツやから全部が伸びるっていうわけじゃないと。だから履き心地に関しては、もしかしたらノーサイズとかアークテリクスの方が伸びるんで、ストレスは少ないかもしれないというところなんですね。で、次にシーズンいつ履けるんですか。せっかく買ったけど夏しか履かれへんとかやったら、もう結局じゃあもうチャウパンツ買おうかなとかになっちゃうからね。じゃあどういう時に履けるんですかっていうとですね、まずノーストレスの方っていうのはですね、真冬以外は履けますよと。で、なんでなんかっていうと、パンツ自体の重さとかで大体生地の分厚さ分かるじゃないですか。で、重さ測ってみると、ノーストレスの方がね 390g ぐらいあるんですよ。まあこれ一回ベースで考えてください。 390g がノーストレスと。で、次にアークテリクスの方は何番のというと 290g なんですよ。あ、ちょっと軽くなってるねと。軽いってことは生地もやっぱり薄くなってるなっていうのが分かると思うんですね。だからアークテリクスの方ってのは、もうこれは春と夏限定で履くっていうようなイメージかなと思うんですけど、じゃあ最後にパタゴニアの方のね、こちらテルボンヌジョガーズっていうワインみたいなパンツに関してはですね、170g ということでね、ノースウェイスのパンツの半分以下なんですよ。ノースウェイスが390でしょ。で、テルポンズジョガーズが170ということで、めちゃくちゃ軽いんやけど もう夏だけ。もう春でもちょっと寒いかなとか思うし、冬場なんかね、もう全く履けませんよっていうような感じなんで、まあ夏、まあギリ春履けるかなみたいなね、イメージで見てもらうんがいいかなと思います。だからこれからのちょうど夏場にかけて履きたいっていう方はぴったりやし、逆に年中履きたいねんなって言われてくるとね、このノースウェイスのアルパインちゃんがいいんちゃうかななんて思ったりするんですけど、こういったシーズンごとにね、あの用途が分けられているということで、で最後にね、それぞれのパンツのこだわりの部分を見ていこうじゃないかということで、やっぱり微妙に違うんですが、何が違うのというふうにまず見てもらうんですけど、ノースフェイスの方はですね、こちら立体裁断っていうのがもう一番の注目ポイントなんですよ。で、パッて膝見てもらったらね、この膝のところで確かに縫われてるんですよね。で、あんまりパンツってここの膝のところで縫われてるので少ないじゃないですか。もう大体パンツって言ったらね、このままズドーンとこう落ちてるような感じじゃないけども、立体裁断でこう普通に置いてる状態からこう膝がね、こう曲がった状態なんで、人間の形に近いんですよね。でも普通のパンツってまっすぐこうストーンと落ちてるから、人間ってどうしても膝がねこうやって前に出てくるじゃないですか。やのにこのまっすぐやってるっていうのはやっぱり着心地にも変わってくるし、こう足の形のね綺麗さもね変わってくるというところなんで、アルパインライトパンツが一番値段高い理由としては、この立体裁断が入ってるっていうのが大きく違うんですよ。だから足の形を綺麗に見せたいとか、履き心地がいいのがいいっていう方であればね、このアルパインライトパンツになってくるかなと思うし、で次がねこちらのアークテリクスなんですけど、アークテリクスの方が次何ですかというと、より登山にね特化したようなスタイルなんですよ。だからパッて履いた時とかはね、あのさっきも言ったみたいにジップももちろん遅いねんけども、ウエストとかもねこういうバックルみたいなねガチンって止めて、自分でしっかり自分のサイズに調節していく。でさらに裾のところにはこういったドローコードみたいなのがあるので、こう足元からね石ころとかが入ってこうようにギューってやったりもするし、自分のサイズにねジャストに調節していったりだとかっていう、こういう要所要所のところがよりこう登山とかより本格的に動くスポーツするとかっていう方にはね向いてたりする。まあランニングでもそうですよね、向いてたりするんかなっていうところのイメージだったり、最後はあのワインみたいな名前のパンツね、これめちゃくちゃ軽いから、この特徴何って言ったら、とにかく軽いよと。もう軽さが正義とかっていう方はねこれがいいし、あとそれ以外には乾くのが早く欲しい。旅行とか行っててなんかちょっとこう荷物にもなりたくないし、ちっちゃくて軽くて、それで乾きの早いパンツってないかな、それテルボンヌジョガーズやないかと、もうこれしかないやないかっていうぐらい、長ズボンの旅行用といえばね、もうこれが一番ちゃうかなって僕はね思ってたりするんですけども、それぞれのねそういった用途によって若干変わってくるというところがね、また面白いところですよね。でね、唯一ねこのパタゴニアのやつだけがね、あのポリエステルという素材使われてるんですよ。でポリエステルって言ったらね、とにかく乾きが早いっていうのがね、もう何でもそう。プールとかこう行ってるじゃないですか。でプールのねコーチとかがね、首のとこからかけてるタオルじゃないですか、速乾性のあるタオル、水野とかつけてるやつ、あれもポリエステルなんですよ。とにかくポリエステルっていうのは乾きが早いと覚えておいてくれたらいいんですけど、それ使ってるのがねパタゴニアで、逆にノースフェイスとかアークテリクスのこの2つのパンツに関してはナイロンっていう素材からどっちかというと強度があるんですよね。だから登山とか行ったりするときに破れたりとかしづらいっていうのはいいんやけども、乾きで言うとやっぱりポリエステルの方が乾きがいいということにもなってるし、まあもっと言うとね、パタゴニアに関してはね、こう環境にも良くしようということで、リサイクルのねそういうポリとかが使われたりするということで、まあさらにそんなのが良かったりするんですけど、もう あとはそのあなたの感覚です。何がいいのと、街で履きたい、履き心地ええのがよろしいんですわ言うてきたらね、この辺になってくるし、いやいやいや、もうちょっと自分ご
好みにしっかりサイズイングしたいっていう方はね、このアークの方にもなってくるし、いや旅行の時にちょっと持っていきたいよって言ったらね、このジョガーズじゃんしかないやんっていう話になってきますので、まあ、そういったところでね、まあ、ちょっとずつ違いがあります。ただ全部に共通してることっていうのはですね、とにかく洗濯が楽ちん。もう洗濯はぶち込むだけで OK です。洗濯機にぶち込んで普通に乾燥までしてったら OK やし、それ以外にもね、よくコットンならではのこういったロンティーとかもね、コットン T シャツとかもあるじゃないですか。縮みって絶対出てくるんですけどね、縮みはあれは天然素材から出てきます。でこういうのはナイロンとかポリエステルは人工で作られている素材やから、そもそも縮みがありません。なのでそういった縮みとかもね、気にせずにガン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 洗っていけると。そしたらそれいいじゃないですか。奥さんそれ縮まないんやったらもうガンガン洗っちゃっていいですよねってことになったりするんですけど、まだまだいいことありますよ。何っていうと毛玉ができづらい。まあ使ってればできるんですけども、こういった天然素材ってやっぱり風合いを楽しむものなので、風合いってね一個一個違うっていうところから風合いたりするんですけど、そういうのってやっぱ毛玉できやすいんですよ。だからウールのニットとかってね、お前毎年こう使ったら知らん間にこの辺もう毛玉だらけになったりするじゃん。脇のとこ毛玉だらけになったりするんやけども、こういったナイロンとかっていうのはそもそも頑丈やったり強かったりするんで毛玉になりづらい。だから耐久性があるっていうところもね、こういったアウトドアのパンツの特徴なんですね。ただその代わりデメリットとしてはやっぱり風合い、その洗濯したガシガシした感じとか履いた時の雰囲気とかっていうのはちょっと出づらいんですよね。そういうのはもう全く出てこへんねんけど、まあ誰が履いてもね同じような感じになれるっていうところがね、まあ、こういった人工の素材の強いところなんですよね。でそれ以外にあったらですね、ちょっと摩擦とか熱に弱いんで、熱はちょっと気をつけてくださいねと。それは確かに旅行用とか言ってね良かったりするんやけども、旅行の時履くのはいいんですけども、たまたま泊まったゲストハウスのとこで仲良くなった隣の若い兄ちゃんがタバコ吸っててタバコビューって飛んできたら鼻開きますよということになってますので、まあ、摩擦熱そういう耐熱性はちょっとないので気をつけていただけたらなというところで、まあ、今回ね最強のアウトドアパンツ3つっていうのをね、まあ、僕個人的にこうやって並べさせていただいたんですけど、まあ、それぞれ皆さん用途があると思いますので、その用途にあったね素晴らしいパンツに巡り合っていただければなと思います。ということで本日はですね、最強のアウトドアパンツナンバーワン決定戦をやってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。